左から1.2番乗り場、3番乗り場と、駅舎左から1.2番乗り場、古戦橋、3番乗り場あたり駅が電化と非電化の、境界のため列車の乗り換えが必要となる、バスターミナル、寺前駅は、兵庫県神崎郡上川町単位アー向きにある、西日本旅客鉄道版単線の駅、上川町の代表駅である。愛子川、 姫路駅東駅間の各駅で利用可能であり、2021年春に東駅北の生野駅、武田駅、和田山駅でも利用可能となった。単式、島式の複合型に面3線のホームを持つ交換、対比、折り返し設備を備えた地上駅で、その他にも列車留置用の側線が設けられている。駅舎は単式の一番乗り場側にあり、 島式の2.3番乗り場へは、古戦橋で連絡している。2010年に新駅舎が仮開業した。その後、乗り場番号が変更になり、現在は、駅舎側の単式ホームが3番乗り場、島式が2番乗り場、1番乗り場の順に変更になっている。当駅は、電化、非電化の境界駅となっている。普通列車はすべて当たり駅で乗り換えとなり、 和田山方面は運転本数が少なくなる。特急、浜風の全列車が停車する。1998年3月13日までは普通列車の半数が当駅で折り返していた。直営駅、緑の窓口が設置されている。駅舎に隣接するカーミンの観光案内所内にもトイレはある。自動改札機はなく、代わりに IC カード専用簡易改札機が、 設置されている。かつては万端線の運行を担っていた福崎鉄道部が置かれていた。現在は組織変更により駅管理業務は福崎駅に移管され、乗務員部門のみが豊岡列車9時前を発出として残されている。列車の夜間停泊も行われる。3線とも方向の区別なく使われている。すべての特急列車は駅舎側となっている3番乗り場に停車する。 普通列車は、主として、島式の2.1番乗り場に停車し、相互の乗り換えの便を図っている。なお、1番乗り場は、和田山行き機動車の停車を前提として下ームの、高さが低くなっているが、実際は1番乗り場に、姫路方面行きが停車することも多い。兵庫県統計所によると、2016年度の1日平均乗車人員は413人で、ある。 近年の1日平均乗車人員は以下の通りである。ありがとうございます。